ラムシュタイン、ラムシュタイン、ロムスタインは、ドイツ出身のインダストリアルバンド、同国の音楽ジャンル、ノイエドイチェヘアテの代表的グループ。ドイツ語歌詞を背景に、インダストリアルメタル、電子音楽などを取り入れた独特なスタイルは、タンツメタル、トンズマトルとも呼ばれ、タブーなパフォーマンスで人気を博す。1994年に結成、バンド名、 ラムシュタインは1988年8月28日に航空省で事故が発生した旧西ドイツのラインラントイコールプファルツ州の街、ラムシュタインイコールミゼンバッハ、ラムシュタインミゼンバックから取られた彼らのバンド名には M が一つ多い。彼らの曲の歌詞がほとんどドイツ語であるにもかかわらず、バンドはドイツ国外でも成功している。 1996年にアメリカの映画監督のデビッド・リンチに PV の制作を依頼するのだが、リンチが多忙だったために実現しなかった。しかし映画を撮影中 BGM として何度か聴いているうちにラムシュインを機に、リリンチが翌年公開の自分の最新映画、ロスト・ハイウェイにヘルツェライド収録のマリー・ミィー、ヘーラー・テ・ミッチとラムシュタイン。 ロムスタインの2曲を起用することなり、これがアメリカに進出するきっかけとなった。1998年には、コルンの主催するファミリーバリューズツアー98にリンプ、ビズキット、インキュバス、アイスキューブ、オージーと共に参加。2002年に公開されたアメリカ映画トリプル X、監督、ロブ公演、主演、ビンディーゼルでは、ムッター収録の、ウテ、フォイア・フライが主題歌となり、 映画も彼ら自身の同曲のライブシーンから始まり、銀幕デビューも果たした。ただし、ライブシーン自体は、映画のために撮影した記事ライブ。2004年のアルバム、ライゼライゼ南線北馬で、彼らは最も成功したドイツ出身バンドとなった。1995年のデビューアルバム、ヘルツェライド以降すべてのアルバムが、プラチナムやゴールドエルヒットとなり、複数のエコーショー。 ケラングのベストライブアクト賞、エマのベストジャーマンアクト賞を獲得、グラミー賞でも何度もノミネートされている。ライゼライゼ南線ンン北場は世界50カ国以上でリリースされており、20カ国でアルバムチャートのトップ10入りを果たした。また、2005年のアルバム、ローゼンロートも同等の売り上げを誇っている。アルバムのワールドセールスは通算で1000万枚を突破している。 2009年10月20日には4年ぶりの最新アルバム d e e ISTF R&DA が発売され、国内版は同年12月16日に最愛のあるべてのものへの放題で未発売だったローゼンロートの国内版と共に売りされた。メンバーは全員が旧東ドイツ、特に東ベルリン及びライプツヒ、シュベリーン出身である。コンサートでは 大量の火薬や火炎放射器を使った過激な演出をすることでも知られている。同年のアメリカでのツアー中、ベンドダウン、b c k リークの演奏中にティルとフラケがステージで行っているディルドなどを使った疑似行為や SM 的なパフォーマンスが挨拶行為に当たるとされ、二人は逮捕された。二千四年発表のアルバム、ライゼライゼ南線北場の収録曲、 俺の一部、マインテイユ、ドイツ語では、一部は、正規を指ン語でもあるでは、2001年に、ローテンブルクで起きたアルミン・マイベス事件を元にしており、名誉毀損だとして犯人から告訴されている。また、同アルバムの一曲目霊病のところからさらに、巻き戻すと隠しトラックとして1985年8月12日に、起きた日本航空123便墜落事故の、 ボイスレコーダーの音声が収録されており、物議を醸した。後に、メンバー側から、あれはプロデューサーが勝手にやったことであり、我々は、あの音声について、一切関与していない。事故で亡くなられた登場者の遺族の方には、心からご冥福を、お祈りするとともに、深くお詫び申し上げるとの声明が出されるに至っている。他にも、近親相関、スピール MIT、ミア、ティアー。 子供の性的虐待、ティアー、アレルヤ、シカン、ヘイラテミッチ、同性愛、万元元、万など過激な題材を扱った曲が多い。その一方で、ゲーテの死を題材にした曲、ダライラマー、魔王、ローゼンローとノバラがあるなど文学的な側面も持つ。2011年、アメリカの HR、HM 専門アワードリボルバーゴールデンボットアワードで、 ベストライブバンドに選出される。同年、ベスト版をリリース。2012年3月、エコーアワードで、マリリン・マンソンと共演しを披露。同年、ビデオコレクション、ビディオス1995から2012をリリース。メンバーの平均身長は191.5センチメートル。メンバー全員が、離婚歴あり。すべて日本版未発売。放題は、 ユニバーサルスタジオジャパンの公式から引用を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。